スティーブン・キャリエールは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身の元フィギュアスケート選手。2007年世界ジュニア選手権男子シングル優勝。2007年に、ウェイクフィールド高校を卒業し、現在は、ボストンカレッジに在籍。いとこのキャロライン・ハリセイは、アメリカの女子ショートトラックオリンピック代表選手として、1998年、長野オリンピック。 2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピックの3大会に出場している。ボストンカレッジで経済学を学ぶ。軽いスケーティングと安定したジャンプが持ち味で4回転トーループも完成させている。マサチューセッツ州ウェイクフィールドに生まれる。5歳の時、五輪で滑る、同州出身のナンシー・ケリガンを見て影響された姉と共にスケートを始めた。 2006から2007シーズン、ジュニアグランプリの3大会で優勝し、世界ジュニア選手権でも優勝を果たした。2007から2008シーズンにより、シニアに転向。地元、アメリカで開催されたスケートアメリカでは4位。NHK 杯では公式練習中に、左足かかとに、右足の塔が刺さり、数針縫ったもののグランプリシリーズ初の表彰台となる3位となった。 4大陸選手権ではパーソナルベストを更新して4位につけた。2009から2010シーズン、コーチをマーグ・ミッチェルとピーター・ヨハンソンからプリシラヒルとカール・カーツに変更。全米選手権は足首の怪我により途中棄権。翌シーズンの全米選手権も同様の理由で欠場した。2011から2012シーズンからはコーチをスーナ・マーレイに変更。 アイスチャレンジでシニアの国際大会で初優勝。全米選手権は6位。2014から2015シーズン、4シーズンぶりにグランプリシリーズに出場した。全米選手権は右足首の感染症により出場ができなかった。2015年6月10日に引退を発表した。ありがとうございます。